こんばんは、平井博明です。今皆さんですね、スイング改造に取り掛かってたりですね、いろんな YouTube を見てこういうことをやってみようって言ってなかなかできなくて悩んでる方とかって結構いらっしゃると思うんです。こんなことをやってますとか、逆にこんなことはやらないようにしてますとかあると思うんですけど、今回僕はですね、今まで自分のスイングに取り入れてこなかったこと、よくあるよく聞くネタです、そういうことを8個用意してあるんです。それはよく出そうなのを集めて8個になったので、その8個を一つ一つ解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まず一つ目はですね、ダウンブローやらなくていいっす。本当に僕も今から8個全部言いますけども、とりあえず1回は試したことあるんですよ。ただ自分のスイングに、あ、もう絶対合わないなっていうか必要ないなと思ったんで全部やってないだけなんですよ。あるある、めちゃくちゃある。真剣に丸一日かけてトライしようとしたことあるの結果、やらない方が自分のためだなと思った。そうなんだ。そう、それでやってない。ダウンブローよく聞きますよね。ダウンブロー何のためにやるんでしょう。僕はそのダウンブローを必要としてダウンブローを覚えようって思ったわけじゃないんですよ。ダウンブローっていう単語を聞いたんでやってみようと思ってやったんですけど、だから正直言います、ダウンブローの正しい説明はできません。本当になんとなくダウンブローってクラブが上からこうやってボールに向かってくるんでしょぐらいは言えるんですよ。ただダウンブローはね、こうやってやってねっては言えないんです。本当申し訳ないですけど、お前それでプロかよって言われるかもしれないです。でもダウンブローに対して勉強してないんで、例えばこう普通にアドレスをセットアップします。セットアップしていつもがこう右と左が高さが一緒ぐらいにこうクラブが降りてくるとしたら、ダウンブローは右側のが高くて左側のが低いくなってればダウンブローなんじゃないのって思っちゃうので、正しいやり方は知らないです。だからやってない8個なんで、やり方は今日は言わないんです、ごめんなさい。もしかしたら8個全、いやそんなことはない。2つ目いきますね。じゃあごめんなさい、早速なんですが、ハンドファースト、これもよく聞きます。ハンドファーストも僕やってないんですただやってないっていうのは嘘になっちゃう。例えば向かい風がめちゃくちゃきつい時とか、木の下を通したい低い球、とにかくボールの高さを抑えたい時に、通常のアドレスがこういう格好だとしたらハンドファーストなんで、こういう風に7番アイアンで今構えてるんです。でロフトがこうだとしたら4番アイアン5番アイアンぐらいのロフトで構えるイメージで、ボールの位置もハンドファーストにするんで、いつものボールの位置でこうやったら手が外すぎちゃうんで、ボールの位置を少し右にずらしてあげると手の位置が自然と真ん中に寄ってくるんで、そんなに体から外れる動作がなくなるんですね、パーツが。なので構えやすくなると思います。右スパイクのボール2個内側ぐらいの位置に今ボールをセットして、手の位置はいつもの位置真ん中で、ヘッドだけフェースアングルを変えずに後ろにセットアップ。このクラブの角度を変えないでインパクトしてあげるんですよ。イメージとしてはこういうイメージ、イメージですよ。本当はこうなんては打たないですけど、とにかくクラブをロフトをつけないで、クラブをロフトを立たせたまんま体の回転で打つイメージで僕はですよ打ってます。そうすると球の高さっていうのはすごく低くなって、向かい風横風もそうですけども、とにかく悪条件悪天候に強い球が出やすい、球が強いので負けないですよね、風とか。そういう場合にコースなんかでは使ったりしますけど、練習場でこれを一生懸命練習した記憶は僕はないです。おかしくなっちゃうから。なんでそのこれを取り入れて通常がハンドファーストっていう打ち方には僕は絶対しないです。そういう球を打とうとした時だけその打ち方をするだけって感じですね。なんで練習はしないです。3つ目はですね、スイングのため、このためるという作業はインパクトまでの間を変えるんですよね。ご自身の好きなタイミングでボールへクラブを届かせるというか、そういうクラブをたわませるんですよ。こうやって通常がこういう動きだとしたら、ためっていうのはここからこうやってクラブをこうふにゃっとこうたわませて、この反動でビターンって鞭のような動きでボールに力を加えるんで飛距離が出るらしいです
ただこれは1番と一緒、僕やったことないんでこれはごめんなさい説明はできません。どっちかというと僕なんかは自然に打ったら無意識ですよ、スイング何にも意識しなかったらこうやってなっちゃう人なんです。なので溜めちゃいけないですよ僕の場合は。こうなる人が溜めたらもうヘッドで頭コツンってやるから、そうだからそれは絶対ダメ。要は溜めすぎちゃう、溜めすぎちゃうと今打つ時間ですよって言った時に絶対にクラブが間に合わないです。ボールだから振り遅れにつながる可能性があるんで、溜まっちゃう人は溜めないでください。じゃあどういう人溜めんのって言ったら、無意識にスイングした時にこうやってリリースしちゃう人は溜める意識があってもいいですが、僕はリリース推薦派なんであんまりリリースをカバーするように溜めを使ってほしくはないんです。なんで溜める作業の方が僕個人的にはリスクが多いかなと思います。振り遅れにつながったり、溜めてる時間に全てのパーツが動き出して手元が浮いて、まあ例えばダフリシャンクアイアンなんかで出そうですね。なんでイメージ的に良くないんでやってないっていう部分もあるんで、溜めが悪いとかではないです。あんまり素直なシンプルなスイングを目指してる方は僕はおすすめしないですね。4つ目、腰を切る。これもよく聞きますよね。トップ作ったら腰から切り返せとか、インパクトは腰の切れで飛ばせとか言うんですけど、飛ばすのはクラブ間違いなくクラブがどれだけ早く動いててボールにビタンと戻ってきてるかで飛距離が出ます。なので腰を切っただけでパワーがボールに伝わるってことはないんです。どちらかというとこうやってクラブがゆっくり動いてても腰切るとクラブが体から外れた動作になりますよね。そうすると押せって言ったって押せないんですよ。まっすぐにあった方がグンと押せるんですけど、後ろにありすぎると要は腰を切った状態ですよね。こうなってくるともう押せないんですよ。むしろこれで押したら押せば押すほど右に飛んできます。なのであんまり腰を自分から切るっていう動作はしない方がいいんです。じゃあ止まってていいのって言ったらまたそれも違う話なんですけど、腰というのはアドレスからバックスイングフィニッシュまでゆっくりでもいいんで動き続けていれば100点なんです。急にガッガッて回したりとか急激な動作を加えることが良くないだけなので、腰を切るって言いますけども、これでも切ってるんですよ。これがキルだと思ってる方が多いと思うんですね。これはスピードが速いだけで同じなんですよ。これも腰を切ってるのであんまり速く切りすぎない方がいいですよ。要は軸というか幹が速く回ったらもちろん枝はそれ以上速く回らなきゃいけないんですよ。クラブそんな速く絶対振れないですよ。なので自分のヘッドスピードがこれぐらいだとしたら、それよりも腰を速く切ったらクラブは自動的に振り遅れますよね。なんでクラブが一番速く動く、次に腕が2番目に速く動く、体腰ですよね、体が3番目に速く動いてないと全てのバランスが合わないってことはご存知の方が腰を切ってるって絶対やってるはずなんですよ。なんでそこは注意点になります。なんでむやみやたらに腰をバッて切ってしまうととんでもないミスが出るので、そこは気をつけていただきたいポイントになります。5つ目、脱力。よく聞きますよね、アドレスで肩の力を抜けとかですね、グリップの力を抜いてとかって言うんですけども、確かにそれ脱力ってすごい大事なんですよ。ある程度のラインはの話です。例えば10段階で表すと、今10以上力んでたり10ぐらいで力んでる方が7とか6に脱力するのはすごくいいこと。それはギューって力んじゃってうまく動けないのに脱力してポーンと素直なスイングが脱力したらできましたっていうんだったら、もう話は全て完結しちゃうんです。すごくいいことだけども、今現時点でいい力感っていうのは6、7ぐらいの力感にしましょう。それぐらいの方がもっと脱力しちゃったら、今度だらしないドヨーンとしたスイングになっちゃうんですよ。要はキレがなくなってしまうスイング自体に、それは絶対良くないことなので、ある程度の力感っていうのは必要なんです。ただ力みすぎてなければいいという意味合いで力を抜けよって言ってる方が多いと思うので、その辺の意味合いの違いですよね、理解していただいて脱力をしていただいた方がいいと思います。僕はちなみにすごい力むんですよ。アドレスからどっちかというとグーンってずっとこう力入ってる状態だから、グリップもすごい強いですし、その体自体もおいおいって叩かれても何って言ってこうやって動かないような感じでアドレスしてます。楽にこうやってアドレスをしてる感じは僕の中ではゼロです、ないですね。どっちかというと半分よりは絶対力んでます。結構力みがある方なんで、脱力というのは自分からはやってないですね。
6つ目ですね、飛距離を伸ばすこと。これも僕はトライはしたことあるんですよ。もちろん試合で戦うために今よりも5ヤードとか10ヤードとか伸びたらいいなで、いろいろトレーニングしたりとか、ヘッドスピードを上げようとかいろいろやったんですけど、限界があるし、20ヤードとか15ヤードとかって絶対変わんないと思うんですよ。それは今現時点が一生懸命打ってるんで、今が手を抜いて、まあ、手を抜くって言い方おかしいですけど、すごいゆったり振ってコントロールで一切飛ばし行ってないよっていう方だったら15ヤード伸びる可能性はあると思うんですけど、自分自身9割ぐらいで打ってるんで、それ以上飛距離を伸ばしたら今度曲がりが入ってくるんですよ。左右に散ってしまうので、タイミングもずれる、アプローチ寄らない、パターン入らない、結局リスクの方が勝っちゃうですよね。結果もそうでした。なので飛距離というのは、自分の飛距離が265ぐらいの時に飛ばそうと思ったんですけど、だから275ぐらいを目指してたんですよ、平均飛距離を。でも265でもフェアウェイキープ率が 80% 超えてたらまあまあ戦えるんですよ。その時は戦えてたんです。なのでそれを例えば 50%60% に落として飛距離を10ヤード伸ばしたって、結局アイアンの精度は残しておいてなんていうこともできないので、アイアンまで振っちゃうんですよ。そうするとせっかく良かったアイアンショットのキレがなくなってくるってなってくると、ドライバーだけ飛距離が伸びる都合のいいことってないんです。全てにおいて力感っていうのはついてくるので、いい力感で打ってたアイアンがもう使い物にならなくなったりとかってなってくるんですね。なのであんまりその飛距離を求めすぎることは良くないです。その今の飛距離よりも絶対落ちないように頑張ってたら、それはそれで僕は100点だと思うんですよ。ただ今以上を望む場合にすごくリスクが伴うんで、それ覚悟で飛距離を求めてスイングを改造することは僕はいいなとは思うんです。ただスイングも変えない、力感も変えないで、ただスピードだけビュッと上げて飛距離を伸ばせるかって言ったらちょっと難しい問題になってくるんで、ちゃんとした飛ばしのスイングを習ってですね、やり方をちゃんと自分でマスターして練習場で練習をしてトライをする方がいいと思いますね。コースだけやるとか、いきなりそれ飛ばしに行ったりとかすると本当にスイングって壊れちゃう場合があるんですよ。せっかく今いいものが打ててる、いいショットが打ててるとしたらちょっともったいないなっていう気になっちゃうんで、そこは本当に怖いとこを怖いなと思ってちゃんと理解をしてトライしていっていただきたいポイントになります。7個目、綺麗なスイング。これはどっちかっていうと球筋関係なくなっちゃうんですよ。なんで僕ももちろんやってないことなんですけど、綺麗なスイングを目指してスイング作りをしてる方って結構いらっしゃると思うんですよ。でちなみにスコアと綺麗なスイングは全くイコールじゃないんですよ。関係ない、スイングが綺麗でもスコアはいいとは全く限らないので、その辺は最初に理解していただいた方がいいです。本当に格好だけです。それはなぜかというと、綺麗なスイングをできた、それがもともと綺麗なスイングの方は綺麗なスイングを作ろうとしてないんで、綺麗なスイングをしても当たるんですよ。でも変則なスイングの方が綺麗なスイングを目指して綺麗なスイングを出来上がったら、それ自分のスイングじゃないんですよ。なんでボールの位置が5ミリずれてたり、ボールとの距離が5ミリずれてたり、いろいろずれが出てくると直し方が分かんないんですよ。自分の感覚じゃないから、こういう風に動かないといけないで動いちゃうと、直す時にすごい大変なことになっちゃうんですよ。要は苦労しちゃうんですよ。なんで自分は一切そういう綺麗なスイング作りっていうのはやったことないです。おすすめもしないです。例えば綺麗なスイングで、もちろん見た目だけでいいよっていう方もいらっしゃるんですよ。そういう方はスコア関係なく綺麗なスイング作りを作っていただいた方がいいんですけども、もしですよ、綺麗なスイングになってくるとスコアも良くなるんじゃないかなと思いの方が いたら、ちょっとだけ聞いていただきたいお話がありまして、例えばトッププロ、日本男子、海外男子、日本女子、海外女子、4ツアーでトップトップ10の選手を10人ピックアップして、全員同じスイングしてたら綺麗なスイングはいいって僕も思うんですよ。でも例えば野球のピッチャーだったりバッターだったりサッカー選手の蹴り方だったり、トップ選手ってトップ選手のオリジナルの動きってあるじゃないですか。その方独特の動き、それはご自身の感覚をすごい出してるからなんですよね。いいスイングでスコアいいんだったらトップ選手みんなスイング一緒になってくると思うんですよ。似たスイングになっちゃうと思うんですけど、全然スイングって
違うんですよ。やっぱり皆さん自分の感覚を大事にしてプロなんか打ってるんで、ぜひそれはプロはまあ関係なく皆さんも自分の感覚を出してですね、本当はこういうふうに構えてこういうふうに打ったら当たるんだけど恥ずかしいからできないとかっていう方も中にはいるかもしれないです。それはそれで例えば70代60代が出たらそれが基本になるんですよ、その方の。なので一旦それをトライしてコースで全ショット自分のフィーリングだけで打ってみるっていうのはすごくおすすめのポイントになります。実際に多分ほとんどのスコア出せる方っていうのは自分のフィーリングを持たれてる方だと思うんですよ。形だけでゴルフをしてスコアが出るってことはなくはないですよ。ただすごい可能性として低いと思うんです。なんで感覚を大事にして自分のフィーリングでボールを打ちたいところに飛ばすっていうことが大事になってくるんで、そこはチェックしていただきたいご自身の感覚のポイントになります。で最近流行ってる最後8個目、シャロースイング、これも僕やってきてないんですけども、シャロースイング前動画ちょっと上げさせていただいたんです。でその時も自分も編集していただいた動画見て思ったことは、もともとシャロースイングの人ともともとアッパースイングっていうかアップライトに振る人といるんで、例えばもともとシャロースイングっていうか低くクラブを使う人がシャロースイングにしたらもうとんでもないことになっちゃうんですよ。アッパーに振る人、上に高くこうやって振る人がシャロースイングにしてもすごい多分問題が起こるんですよ。とにかく自分のスイングを何か一つ変えるということは相当な勇気がいることだと思っていただきたいんです。シャロースイングが何か何ちゃらが何かじゃなくて、やっぱりその今の自分のスイングに対して変化を加えるってことは、それだけ練習する時間だったりそのスイングに対しての理解がないとできないっていうことなので、それはやっぱりジュニアの時って体でパッて言われたまま動けるんで覚えるんでいいんですけども、考える力ができてくるといろいろ先に考えることって多いんですよ。それはそれでいいんです。なので先に考えられることがあったら自分の頭の中で一旦考えというかやりたいことを理解した上で絶対トライした方がいいんですね。なんでこれやっやってみようで単純にやるとやっぱり今良かったものも崩れ出したりもするんで、そこはもう気をつけていただきたいポイントになります。今回今ざっと8個よく聞くなっていう内容のことを、僕はほとんどのことをやってこなかったですよっていう動画を今撮ってるんですけども、一つだけちょっと最後に言っていいですかね。もう8個ですけどもっといっぱいあるんですよ。もちろんいろんなネタがあるんですけど、例えばクロスにして飛ばすとか体重移動を振って飛ばすとかってあるんですけど、やることは僕は逆を言えば一つしかやってこなかった。それはボールにクラブをビタンって戻すことしか本当にしてこなかった。本当にうちの父ちゃん健三さんにもしかしたら近々出てもらうかもしれないですけど、本当にそうなんですよ。おいヒロ、クラブが触れてねえと。だから中学校の時とか鉛みたいな棒、めちゃくちゃ重い棒を1キロ2キロぐらいある棒を振らされて、これを重ければこうやって自然と手首が返るんだっつって、それで本当にインパクトのところにクラブがこの形に戻ってこなかったら本当に寝かしてくれなかったぐらい素振りをやらされたんですよ。だからその一つしか本当にやってきてないんですよ。だからもちろん細かい部分だったりバックスイングの上げ方とかだったりも多少は気にしますよ、フォロースルーの取り方だったり。でも頭の中の8割はもうインパクトを本当にビターンってこうやって戻す練習、これしか本当にやってこなかったので、いろんなこれやんなきゃいけない、あ今課題はこれだってやってる方で悩んでる方がいたら、まずそれ一旦捨ててもらって、インパクトにクラブが本当にビタンって戻す打ち方をやっていただいた方がいいと思います。よく僕最近言われるのは、 YouTube もすごくたくさんの方、僕にとってはですよ、たくさんの方に見ていただいてインパクトゼロっていう単語を結構聞くようになりました。そもそもインパクトゼロってどうやってやんの、動画見たんだけど、でもクラブってどうやって戻すのってよく言われるんですよ。戻し方やったんですけど動画で、それ多分その質問する方って深く考えすぎなんですよ。こうやってアドレス取るでしょ、アドレス取って適当にバックスイング上げました、ボール打つ打たない関係なく、ヘッドスピード関係なく、ここからさっきの形に戻れって言ったらどうやって動くのって話になっちゃうんですよ。こうやって動くでしょ、だからそれをスイング中にやるしかないの。だから例えばこっから素振りにしましょうか、こっから速いスピードでボールに戻せって言ったらどこの筋肉を使うのって言ったら、ここを使ってこうやって戻す人もいれば、僕なんかはここと手首を使ってこうやって戻すんですよ。こっから
こうやって。だからスイング中に今もうこうやって打っただけなんですよ。でも格好としてこうはなってないですよね。なんとなくスイングに見えるじゃないですか。もう一回行きますよ。本当に動きとしてはこう。本当にこうですよ。こう。これだけ。それに45度ぐらいの体の回転を加えてるだけ。例えばハエ叩きでちょっと虫叩いてって言った時に、え、どうやって動かすのってやんないでしょ。そう、やらないのよ。もう真っ先にここで虫をパンって叩くでしょ。それと一緒なのよ。例えばボールって止まってるから多分ゴルフってそうなっちゃうのよ。考えちゃうの。バドミントン、テニスってもう考えてる暇ないじゃないですか。シャトルとボールが来るから。したらラケットで、これがラケットの面だとしたら、もう起きたらこうやって動かすでしょ。そう、そういう動きってどこで動かしてるのっていうことなんですよ。多分どこと言えない方もいらっしゃる。とにかく、いや、ここを動かしてるだけ、どこか知らないっていう方もいるんですよ。それでいいんです。これハエです。ええ、白いハエで、これがハエたたき。あ、虫いたって打つんですよ。思い切り叩いてるだけ。だからそうじゃないと先端は動かないから、そうやって動く。だから動くのはどことか、どこを使って動くのって考えちゃうと動けない。引っ張っとけばいいの。そう、ヘッドでボールを叩くっていうこと。とにかく叩く、とにかく先端を動かしてボールを打つということが大切になってくる。それだけ言いたいです。で、今回はですね、お悩みが出てくるような内容を、僕はやってきませんでしたよという動画を撮らせていただきました。ちょっとでもですね、気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。